大明、中国の映画女優、脚本家、作家、歌手。本名は、輸子家、別名は、王国勤、幼名は、桂正。中国の代表的女優の一人であったが、女優時代の後世にとっては、最大のライバルであったゆえ、文化大革命では、反乱分子として、東国、迫害されて死に至った。暗記賞部子出身。実母は、音楽教師で、 その影響で幼い頃から歌うことを好み、周囲からは小さなスター歌手と呼ばれていたと言われている。だが、彼女が8歳の時に実母が死去、ママ母に虐待されたばかりかジップにも身を売られてある、商店主の道を守るとなり、大変不幸な少女時代を過ごした。その苦境から逃れるため、観光で学校を設立、運営するおばに頼り、その縁から翌年に、 上海芸術劇者に参加した。炭鉱と再戦無戦時等の話劇にて子役として出演し、天才子役としての評判を獲得した。1928年に上海芸術大学に入学し、文学を勉強しながら学生会の代表を担当した。その一方で、王国金名義で、調査、正味阿病院の看護婦学校で勉強し、 左翼運動に熱中したゆえに1930年に中国共産党に入党して何度も検挙されていた。左翼活動をする中で女流作家の社表へと知己になり、社から名前の中のアキラの字をもらい、そこから芸名の王アキラができた。その後、王は福丹大学文学科に入学。1 9 3二年以降は舞台、圧迫、省内内的センス。 視点、ヨハネ、マンリなどに出演するとともに、映画でも、女性的特感、鉄板高齢録、童話だなどの作品で主演。1934年に、演劇日課親善活動の一環として、日本に渡り、東京大学に留学したが、演技などを学んだものの日課親善の目的を果たせぬ、まま失意のうちに翌年帰国した。 主に女優として活躍していた1930年代に歌手としても活躍しており、少なくとも4曲以上の曲が残っている、自ら映画の主役を務めた自由神のテーマソング、自由神の歌、20世紀初期に活躍した男性作曲家、砂梅とのデュエットのふんのぎ歌と車水歌、ソロのコンジコなど、1935年に 映画、自由神に主演し、同タイトルの主題歌も担当したこととほぼ同じ時期に、早くとして、演劇、ダヘシャゲで、舞台デビューしたばかりのランヒンとも共演することとなり、後々までに及ぶランヒンイコール、後世との因縁ができた。翌1936年に、舞台、最近歌の主役、最近歌をめぐって、女優選考で、 大明と乱品の二人が真正面から衝突していた。いつも同じ演劇や映画で、早くや脇役として共演した、ライバル大明を目の敵にしながら、キャリアのないまま一役有名になった乱品に対し、子役時代からの芸歴の長いベテランとしての自負がある大明が一歩も引かず、やむなく原作者は両者とも主役として、ダブルキャスト形式の公演を提案した。だが、 この提案に対し金山や大明らが所属劇団の上海アマチュア演劇人協会から脱退し新たに40年代劇者を結成し舞台最近化の公演を独自に踏み切った最近化は中国各地から3万人超の観客を集め国内約20カ所の舞台で大ヒットした一方大ーら,らが脱退したアマチュア演劇人協会は舞台大雷を 対抗馬として打ち出し、ランヒンをその女主人公に演じさせたが、評判は芳しくなかったばかりか、その作品の演出家や役所の間のスキャンダルが続出した。ランヒンの内縁の夫とオサムの自殺未遂の件もあって、これを機にランヒンは、ネカ映画講師から解雇され、その後の第二次上海事変を機に、延安に行った。結果として、最近かの主役をめぐった騒動は、 ランヒンと毛沢東との出会い、結婚のきっかけとなったが、その一方で大明に対しても文化大革命で迫害を受ける可能な理由の一つになった。最近下で共演した金山とは、その後同棲した。大明は日中戦争の時期に上海旧国演劇団の副団長を務め、戦時中に民衆の士気を上げるために、露光橋、放火、敵無地子。 大自層の戦などの作品を中国各地で巡回公演していた。だが金山とは性格の祖母が目立つようになり、王明は1937年に同じく共産党員で革命作家、工作員の社はかのえと知り合い、恋に落ちた。王も社も当時既婚でそれぞれに配偶者がいたが、二人とも夫婦関係が冷え込んでいたので実際には、 将来的に結婚を前提とした不倫関係であった。1942年に王明はアメリカに留学し、内縁の夫であるシャワ・カノエも同行した。現地ではノーベル文学小作家パール・バックとの親交を深めたとともに、1943年にはホワイトハウスで放火的無知子を演じた。 その時のアメリカ合衆国のファーストレディであったエレノア・アルーズベルトとのツーショット写真が残っている。第二次世界大戦の終わりをアメリカで迎え、さらに東南アジアまで活躍の場を広げていったが、1955年に中華人民共和国に帰国した。帰国後は映画脚本の創作所、北京映画製作所で脚本を執筆するほか、両首尾黒人、自伝の 宝獣めなどの著術活動にも手を染めた。その時期に、かつての共演者でもあり不仲な前部であった金山との合作映画、大地創の戦も残されている。1967年に文化大革命が盛んになると、後世により夫、茶若の絵と共に反乱分子として、東国、迫害される。この時、女優時代に最近家の役を奪われた鬱憤を晴らすためか、 中華人民共和国のファーストレディとなった構成が主導した4人組により王明の名前を消され30年代の大敗スターアメリカのスパイなどのあらぬ疑いをかけられた晩年には意を悪くした上で麻痺の症状があり口がほとんど聞けず1974年3月3日に獄死した死亡した時に囚人番号6742番だけの 記録しか残っていない。4人組が逮捕されると、夫の社若のエや関係者による名誉回復のための運動が本格的に行われ、1979年7月6日に名誉回復がなされた。彼女の伝記、潔白的名状、大大明も出版された。1980年代になると1940年代に書かれた遺構が書籍化され、交換された。 2005年に夫の社はカノエが死去、翌年子孫らによって夫と共に立派な墓に改めて葬られ、側には軽く座る大明の石膏像も建てられた。ほとんどの関連ウェブサイトでは1913年生まれと紹介されているが、夫との合葬墓には1915年生まれと刻まれている。また、夫が扱いされていたり、 実際とは異なる没年が中国のウェブサイトで発表されていることも多い。ただ、この解明は中国共産党の指令によるものという説もある。しかも、この時はランヒンも主役を狙っていた。正式結婚したとの説もあるが、正確な結婚年月がわからないので、席を入れなかった事実婚の可能性が高い。電気では、彼女はおおらかで、気前が良くて、 美しくてひっそりとしていて、シャワカノエに一目惚れをさせたと書かれ、プライドが高くて嫉妬深い構成とは、好対照な、ほがらかで穏やかな性格だったことが伺える。王明と、金山は1941年に離婚、シャワカノエの方も1950年に妻と離婚している。ありがとうございます。